今回は残念ながら某 NHK がですね、その内閣で閣議に署名するときっていうのは、自分の担務分野の数行しか見せてもらえません。岸田総理に対してちょっと今防衛増税のタイミングじゃないと、まあいうようなことをお伝えしたことでかなり叩かれました。防衛増税の時はね、ちょっと悔しかった。霞が関の人たち大抵抗が起こると思います。こんにちは、泥沼議会です。今回は岸田総理が高市早苗を総裁にしたくない理由を閣議決定の内情と踏み込んだ説明とともに、高市早苗が切る動画の拡散のためにも高評価、感想のコメントよろしくお願いします。ノンペーパーだから割と好きなように喋れたんです。なるほど、逆にね。で、今回は残念ながら某 NHK がですね、冒頭10分、生放送をするので、その10分に収めるのを1回やってくださいと。しかもなんかあの紙をちゃんと配布してもらわなきゃ困りますって、なんか2枚ものの。ほんでもう仕方ないか、前の日に夜パタパタパソコンを打って2枚ものの紙を作ったんですよ。でだから1回10分概略を喋って皆さん、でその後もう1回同じことを詳しく喋ったんで、なるほど、妙に長くなって疲れちゃいましたね。いや、お疲れ。 NHK 対応、 NHK 合わせで、紙対応させていただきました。これも非常に面白い、あのここでしか聞けない情報だったまあ、あのご覧の皆様はお分かりの方が多いんだと思うんですけれども、はい、大体あの内閣で閣議で署名するときっていうのは、自分の担務分野の数行しか見せてもらえません。だから例えば骨太の方針、次の年度の予算にとっても、重要な影響を与える骨太の方針でも、私だったら科学技術と経済安保と宇宙のところの短冊ぐらいしか来ないんですね。そうなんですね。そうなんです。だから一冊読まずに署名をしなきゃいけない。だからそれを何とか手に入れてくれても大変で、党の方が実は先に持ってて、自民党政調会で揉んで揉んであっちこっち書き直しを入れて、でもう自民党で党議決定したら、やっぱり内閣っていうのは与党の数の上に立ってますから、与党で党議決定したものについてはもう署名をするのは閣僚としての責務、まあ、それが政府与党一体ってことなんですよ。だけどね、やっぱりあの防衛増税の時はね、はい、ちょっと悔しかった。なんでこれ党で反対でへん勝ってんやろうとかね、まあ、そういうこといろいろ思いますよね。だけどまあまあ、あの時期を曖昧にしてあるので、まだ今なら巻き返せる。あ、そうですね、はい、あの何年からって書いてませんか。書いてませんか、うん、これね、多くの国民っていうのがやっぱりその管轄の省と、具体的には言いませんが、うん、はい、大メディアがこれ完全に連動してますから、うん、相当多くの国民がね、要するにメディアの言うことをそのまま受け止めてるんですよ、うん、要するに増税しなくちゃいけないんでしょうみたいな、うんうん、なのでもう高市さんおっしゃることは全く理解できるんだけども、国民の一部の方で、うん、いや増税しなくて日本が立ち行かなくなるんじゃないかって心配する方もいらっしゃるんですけど、うんうん、それどう思われます？だからどうしたらいいですかね。まあ、私はあの岸田総理に対してちょっと今防衛増税のタイミングじゃないと、うん、まあ、いうようなことをお伝えしたことでかなり叩かれました、はい、しました。あの時は叩かれましたけれども、うんうん、絶対タイミングじゃなかったんです。であのまだいつから上げるっていうのは決まってませんけれども、あの防衛力を強くしておくっていうのは、はい、あの要は祖国を次の世代に残すということなんで、例えば安倍総理はあの時防衛国債っていうのを作ろうとして、まあ、結局できなかったんですけれども、 でもやっぱり防衛っていうのはあの祖国を次世代に残す、だからまあ建設国債と同じように、うん、はい、やっぱり防衛国債っていうのがあってもいいんじゃないかっていうお考えだったんですけど、はい、まあ、私はもうはっきり言って建設国債を使えばいいと思ってるんですよ。はい、であの海上保安庁はある時から建設国債を使えるようになった。でそれに連動して去年から昨年度からあの海上自衛隊だけはなぜか建設国債が使えるようになった。しれっとだからあのその枠ができたんですよね、国債の、はい、だからそれやったらもう陸上自衛隊も航空自衛隊も
建設国債使えばええやないですか。だって強い防衛力、しっかりと日本の国土を守る防衛力が出来上がるとしたら、あとやっぱり自衛隊基地なんかでも電磁波から守るとか地下に入れるとか、こうやっぱり強靭化していかないかん。だからそういう資産を次に残せるんであれば、私は建設国債でいいと思うんですね。それからまたあと、そうですね、外為特会も、はい、評価益で、余分に使える分って30兆以上は実はあって、でしかも円安の時っていうのはそれが膨らんでいくわけですよ。だから今例えばアメリカからなんか装備品買うと円安やから高なるやんっていう分も、その評価益が上がっていってる分で消化できるんで、私は何もこのタイミングで増税をしてもう一回日本経済をドツボに落とす必要はないと思っております。全くその通りです、はい、建設国債だってその通りで、今しれっとやってるし、もうこれ日本のなんか知らないけど、まあいろいろ昔のいろんな出来事があった中のこれ内規みたいなもんですよね、まあね。でなんか建設国債だったら OK で、そう、ね、普通の国債だったらダメでと、ダメでと、うん、でももうなんかやっぱり考え方が違うんですよね、うん、債務をもうグロスで見るかネットで見るかってとこからして、私の考えと今の政府でやってる考え方が違う。財務省か、財務省だからグロスっていうのはその債務だけを見る、でネットっていうのは資産と債務を見る。でネットで見たら今の日本の財政状況は G7 でいい方から2番目、1位がカナダ、2位が日本、非常にいいんですね。だからそういうちょっと見方を変えれば全然私は問題なく、そんなことよりもこれから皆様が安全に暮らせて、で次の代も安心して暮らせて、でしかも経済が強くなる、そういう状況を作るために、今はちょっと財政出動戦略的な、ワイズスペンディングの財政出動、これは緩めちゃダメだし、で金利だって今上げるのはアホや思うんです。いやでなんか円安が悪いって言うけど、円安メリットすごいじゃないですか。いやだって円安で600兆円いったんじゃないですか。そうなんですよ。だからすごい今もう輸出産業なんて株も高いしね、どんどん輸出できる大チャンスですよね、で観光客もいっぱい来る、だから海外から輸入して、どうしても輸入しなきゃいけない、原材料を使ってらっしゃるようなところに対してはこれまた国が手当てをすればいいわけで、そこは、はい、だから円安だからダメだって言ってるんだけど、でも民主党政権のね、最後の頃、だって1ドル75円やったでしょ。そうですね、超円高やったですよね。ほんなら企業日本で物作ってももう輸出できひんし、なあみんな海外出て行ってしもうたじゃないですか、はい、で失業率跳ね上がってましたよね。だ今は円安だから日本企業もそろそろ帰ってこようかという大事な時なんですよ。だから円安が悪いとかそういうことを言うんじゃなくて、であと今利上げしてどないしますね、若い人が家買おうと思ってんのに、その消費にもねストップかかっちゃうかもしれないし、企業がやっぱり今人手不足やから設備投資して効率化しよう思ってもその投資も、金利上がりますねんって言ったらなかなかね、だから今なんか失敗したらまた長いデフレに戻りそうな不安があって、もうそれでいても立ってもいられない出馬でございます。いや、ね、霞が関の人たち大抵抗が起こると思いますですよ ね。それをあえておっしゃったと、これについてはどうなんですか。もう反応とかビクビクしてるんじゃないですか。私多分これで高市政権が短期で吹っ飛ぶかもしれないぐらいの覚悟で、公約に入れました、はい、でもやんなきゃいけないと思っていて、例えばいや環境エネルギー省っていうのは絶対大事だと思ったんですよ。じゃあもうだって今だって環境政策とエネルギー、これは一体ですよね。だから結局原子力発電とか、それから次世代核進路とか、それから私が目指しているフュージョンエナジーね、核融合とか、ああいうのは二酸化炭素が出ない、クリーンエネルギーですよね。だから環境と整合する、で他方、はい、
例えば太陽光発電パネルの初期型のやつ、うん、はい、あれ中国とかから入れたやつ ね、鉛とかセレンとか有害物質は入ってるわ。であれ取り外してもですね、屋根から取り外しても火当たったら発電し続けますから、下手したら感電するわ、火災が起きるわ。でだからそれをどうリサイクルするねんというのを決まってないままここに至るなんですよ。一応なんか来年ね、あのやれ経産省がそうそう、だから一応方針をあのあ決める。いやもうずっと私言い続けてきましたもん、はい、担当者に。あ、なるほど、高橋さん、うん、でもこれまではやっぱりあのこうしてくださいねっていうだけ で、うん、でまあ、来年度ようやくそういう仕組みができるようになったんですが、考えたらそれも環境と一体でしょ。確かに。だから資源エネルギー庁がやる話じゃなくて本当は環境と一体なん で、 そうです、ね、ただまあそこのとこはガチャッとひっつけてやった方がいいんやろなと。そういう意味なんですね。そういう意味なんです。